やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダジョグニハマです。はい、現在10月3日月曜日19時24分ですね。さて、ブラッドシー1話ちょっとようわからんかったですけどもね、2話 D アニメストアで見ていこうと思います。それではいきましょう。3、2、1スタート。これ2011年なんですね。なんか1話見た限りでは、何だろうな、父様がなんか怪しいかな。ちょっとキャラの名前がよ、あの漢字が難しい。なんかちょっとあのキャラ名おさらいしておきます。まあ如月さえね、まずこれ如月って読めへんかったし、で如月忠義が親父ね。でクラスメイトが網野優香と元江野のねねの双子で、担任が委員長が友房いつき。これ友房読めへんしね。担任が筒取かな子ね。これ読めるけど。で時真一郎か。あ、出てきたのがね。また化け物と戦ってるな。わ、いった。そこのナレーション誰やろ。ふみとかな。野島健二さんの声かなこれ。いった。君がため、わからんわからん、なんなのこのナレーションは。ふみと、この鼻歌歌ってるのかわいいね。鼻歌っていうかなこれ。父様のこと大好きだな。
羊羹。何これ。カフェの名前やね、ギモーブ。甘いお菓子かな。あのプニプニのやつかな。なんかプニプニのこうやつ駄菓子屋にあったね昔。不満十。全然食えるけどね。お、お土産。子犬がおった神社やな。あるもの。Why？ あ。逃げた。なかなかの前やったな、遅刻。これほっぺたどないしたんって聞かれへんかな、これ。
まあスルースキルというか天然で気づいてないだけじゃないのこれ。天然でね。ああ、また遅刻してきたな。時実慎一郎ね。なんでずっとこうね、さやなことを見るのか。この町唯一なんや。あ、そういう関係なのね。いつきちゃんは好きなんやな、さやのこと。アスパラガスのベーコン巻きか、うまそうや。メロンパンとクロワッサンと思うかないな。田舎町なんやな。ゲーセンとか。ああ、娯楽がないのか。宮津市みたいなもんかな。時実かな。今気づいたけど左腕の制服どうなってんのこれ。卵焼きの柵が。お人好しやね。
なんか知ってんのかね。あ、光や。この光は一体何なんやろうな。重くそいったな。また気象発揮がどうの？ご神道。あ、ほな、あ、古き者に殺されたんやね、ほな。こんなとこ、親父は戦わへんの、これ。なんかポイズントードみたいなのができたな。1話もそうだけど長い間やなこれ。傷だらけやないか。
これ目の色が変わるのは何なんやろな。なんで目の色変わるんだろう。赤目が切るやないねんから。うわ、痛々しい。もう縫い傷やで、こんなもん。重くそ縫い傷やね、これ。あ、終わった。早いな、なんか。次回動くか。え。人はいさ。はい、まあ2話もまだ分からんな。まあとりあえずあの最初の冒頭のナレーションの意味がよく分からへんし、まあまず1体目ね、こっちか、左頬か右頬やね、傷つけられた。でとりあえず今回分かったのは、元房いつきは、サヤのことが好きやっていうことが分かったぐらいで、フミトさんが飯を作ってくれてることは、まあまあ母が亡くなって、フミトさんは親父の高校の後輩やということが分かったことと、分からんのが時実慎一郎が、何者なのか、それ後残らへんかったらいいなって言ってたから、その古き者との、戦ってことを知っているのかどうなのか、でその古き者と戦ってことを知ってるのはその知られていいことなのか悪いことなのかも分からへんし、で最後のポイズンフラワーみたいなのとの戦いに関してもどこから現れてる何者なのかよう分からへんしね、この、古き者が。で母はどうやらその古き者に殺されたということやね、こう追うてるかな。であとあの子犬は何なのか、子犬なんかなあれ。うん、まあまだまだちょっと謎だらけですけどね。とりあえず分かってるのはそれぐらいで、さやの鼻歌が可愛いですね。はい、まあ、見ていかんと分からんでしょうね、当然やけど。はい、ということでちょっと2話はこんな感じでした。はい、以上ブラッドシー2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、最後に僕の職業は子供向けパフォーマーであり大道芸人です。で普段はね、やればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてるんですけども、2年7ヶ月ほどね、もうコロナの影響で仕事がありません。でこの13年以上使ったこちらのチャンネルでいつの間にかね、アニメのリアクションスタートして今日で921日なんですけども、もうリアクション動画をアップし続けてしまったがためにこちらをサブチャンネルとしてね、残してですね、9月の13日に、本赤、まあ、マジラジオ芸人、子供向けパフォーマーのチャンネルを、新たにね、作り直しました。
もう今で20日か、説明文に載っけてるんでね、ぜひとも見てやってください。毎日19時に動画更新してます。はい、コロナに負けずね頑張ってますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。はい、で過去のアニメのリアクション動画再生リストで作品別にまとめてるんでね、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジな時にハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。